岐阜県日田市、上岡鉱山にある、鉱西ダム、栃木県日光市、足尾銅山にある、鉱西ダムすの小橋堆積場近営標5県朝尾市、民の部鉱山三小畑線工場の、干歩国ダム鉱西ダムとは、鉱山の選航、精錬工程で発生するスラグを水分と、固形分とに分離し、その固形分を堆積させる施設である。鉱西堆積場とも呼ばれる。 ダムという名があるように、工技のダムには含まれるものの、水を蓄え、それを利用することを目的としていない。このため日本では、通常は、河川法の定める協議のダムには含めない。立地はもっぱら鉱山近くの谷が利用され、構造は、砂防ダムに似ているものや、アースダムに準じて、捨て石で築くものがある。後者の場合、支柱や基礎を設けていない場合が多く、またダムが、 スラグの固形分で満杯になった場合、大地状になった上に新しくダムを設けることがある。浮遊線高夜勤の湿式精錬である、シアン化法によって発生する重金属や、有害な化学物質を含む霊状のスラグを長時間貯蔵することによって、水分と重金属などを多く含む固形分が分離する。水分はダムの上に作られた水路から排水され、 固形分はそこに沈み堆積していく。排水は有害成分を含むことがあるため、沈殿地などを経て河川に排出されることが多い。また、既存の水系の汚染やダムへの余分な水の流入を防ぐため、付近の河川は人工的に交際ダムを迂回させる改修工事が行われる。交際ダムは鉱山の閉山後も排水処理場で発生する。 中和物を堆積させるために利用されることもあるが、それ以外の場合は土を被せて、緑化、植林等に努める。しかし、閉山して長年の月日が経ち、特に鉱山を運営する企業が倒産などで消滅した場合には放置されてしまうことが多い。前述のように、ダムの堆積物は脆弱な状態にあることが多く、地震や 集中豪雨など自然災害によって崩壊し、土砂災害や土壌汚染を引き起こすケースもある。このため、閉山後の管理は、旧廃止鉱山の最終工業権者が、あるいは、鉱山会社の破産などで、最終工業権者が消滅している場合には、国や地方自治体などが担い手となり、交際ダムの耐久、緑化工事を施すことが多い。一定の基準で管理されている。 交際ダムは様々な安全対策を考慮した設計がなされているが、古い交際ダムでは耐震設計が講じられていないものもあり、事情を支えきれない等の状況下で自壊するケースもある。1936年には秋田県の佐・沢鉱山において、交際ダムが決壊し、374人の犠牲者を出している。また、 1978年の伊豆大島近海の地震で静岡県の持ち越し鉱山の交際ダムが決壊し、金の精錬で生じたシアン化合物を含む堆積物が流出して狩野川を汚染した。その他に宮城県気仙沼市の大谷鉱山の交際ダムにおいて2011年東北地方太平洋沖地震により液状化を起こし、その後赤牛川にヒ素を含んだ おで土砂が流出した。さらに、流出土砂は津波によって逆流し、土砂約4万立方メートルが引き潮の時に、カルーや漁港等の合計で5ヘクタールの土壌を汚染した。1979年、アメリカ合衆国のユナイテッドニュークリア社が管理していたウラン鉱山の交際ダムが決壊、ニューメキシコ州のナバホ属居留地を汚染した。また、 流出したウランの交際は、コロラド側の支流に沿って、下流のアリゾナ州、ネバダ州へ移動し、流域一帯を汚染した。2014年8月4日、ブリティッシュコロンビア州のマウント、ポーリードを金鉱山の交際ダムが決壊し、大量の交際スラリー等が隣接する湖や川に流れ込んだ。2000年、ルーマニアのバヤマレ鉱山の交際ダムが崩壊、化物や、 重金属を含む大量の土砂がティサ川へ流出した。ティサ川はドナウ川の支流であり、下流のハンガリーまでもが浄水道用水の取水制限を行うなど、流域250万人の生活に影響を与えた。ハンガリー石で流出事故2010年、ハンガリーのアルミニウム製錬工場の工業廃液を貯蔵していた交際ガムが決壊し、 水渓69万7000キロリットルの排液が流出した。窒息や強アルカリ性の排液に触れたことによる化学熱症等によって多数の死傷者が出た。流出した交際は周辺の土壌を強アルカリと重金属で汚染し、戦術のルーマニアの時と同様ドナウ川の支流に排液が流れ込んだため、下流域に環境被害が発生した。 2015年11月5日、ミナソジェライス州マリアナのサマルコ社の交際ダムが決壊。死者17人。2016年11月に裁判により、総額50億ドルの保証で合意した。2017年までに、親会社の幹部ら21人が、殺人、洪水、建物の倒壊を引き起こした容疑また環境破壊の容疑で告発された。 2019年1月25日、ミナスジェライス州ブルマジーニョにあるバーレ社の交際ダムが決壊。同年1月31日時点の死者の数は110人、行方不明者238人となった。バーレ社が関与するダムの決壊は2015年に続き2回目。ありがとうございます。